よっしゃー、はい、どうもパ、どうもパテモス協会でございます。ちょっとだけ明るくなったと思うんですけど、ライトを、ライト買いました。安いやつですけどね。だけど本日は久しぶりに月曜唐揚げ弁当の方を買ってまいりました。そして庶民の味方、ごつ盛り豚骨醤油、はい、120円、まあ、高くなったとって120円、非常にお優しい。もう札幌一番塩ラーメンが500円等に超えてますので、もう買う気なんてしません。消費税が入りました。もう本当に550円ぐらいしますので買う気がいたしません、うん、買いません、むしろあんだけ好きだと札幌一番当面買いません。というわけで、まあ、唐揚げは今日は3つでしたけども、おきどい、はい、というわけでね、これまだお湯入れたとこなんですけど、ピナコ、あ、ちょっと待ってください。あの、ちょっと缶1なんだけど、酒を、はい、缶1なんだけど、酒を、それも缶1なんだけど、酒をね、酒に出しとけばよかったな。あー、疲れました。だけど朝からただいま11時50分ですね。よいしょ、いやー、朝から新たに借りましたシャッター付き車庫を倉庫側に使うために棚を作って、前の家の荷物を大量に運びました。4時間作業しておりました。朝の8時から11時まで、じゃあ9、10時、あ、3時間か、嘘つきました。というわけでお酒飲みたいと思います。乾杯。うまい。このために大量の汗をかいたんだと思います。あー、うま。今日本当は飲みに行く予定だったんですけど、その関東からの使者が、コロリまして、コロリアになりまして、昨日まで入院しとったかな、じゃあ隔離されとったかな、分からんけどね、だそうなんでね、亡くなりましたんで、朝から張り切りました。さあ、トイレでごつ盛りさん、もう2分半ぐらい経ってますね。何でしょう。あ、しょっぱいもんが食いたい。あんなに塩辛い汗をあんなにかいたら、しょっぱいもん食いたい。で、この後、隣の部屋にクーラーをつけて、昼寝がしたい。あ、最高やな。というわけで、いただきます。食べよう。食べよう、食べよう。今日も一生懸命働いたから、働いて運動したから、運動っていうか作業したからね、もう飯を食う権利はあります。無限選手もあんま頑張って仕事したから、あ、うま、塩分うめ、あ、塩分うまいわ、あ、うめ、腹ペコやったから、うまいわ。あ、スーパーも寄ってきてね、半額のものをね、洗いざらいかっさらってきました。スペアリブが半額やったな。昨晩もライブしてましたね。ですけど、あの3本まで昨日昨晩飲んじゃったからさ、ワンピース読もうかな思ったらね、3ページぐらい寝てました。うん、ほんとね、今日ご飯大盛りや、結構な、うん、あのお姉さん分かってるね、大盛りという量を。これぐらい持ってもらわないと600円。うん、嬉しいです。
こうなってくるとまた行きたくなるよね。こんなにご飯が乗っかってたら、唐揚げは4個じゃなくても私はいいんですよ。ただご飯はきっちり大盛りにしていただきたい。先週食べたケンタッキーフライドチキンとは違ううまさがありますよね。今日はなんか天気がいいんで、朝から洗濯もしました。全部洗濯した今日。夕方には取り込んで、明日も雨じゃなければ、明日も雨じゃないから、火曜日が、じゃあ水曜日が雨なのかな、関西な。7月はちょっといろいろと出かけるというか用事も多いんで、特に後半、今日1日であの家の荷物も大体半分ぐらい運んだんですよ、全部の昨日。そりゃ疲れるし、車で何往復したか。うちの車の荷台パンパンにして4から5往復したんですよ。積んで下ろすだけでも大変ですよ、結構。先々月とかぐらいまではお手伝いに来てもらったりもしてたんですけど、大掛かりなもう荷物の運び終わったんで、あとは自分でできると思ってから一人でやってるんですけど、やっぱ辛いね、荷物運び。で運んではいいけど、ザザってやっぱ段ボールに詰めて梱包してたからさ、どこに何があるか分かんないんですよ。もうね、ちょっと一旦運んでからちょっと仕分けせなあかんな。いらんもん多分結構あると思うし。
捨てるもの、売るものとかね、うん、木材もいっぱいある。今日工務店からもやっぱ大量もらってきたから、あれ切って巻きにして、巻きにしてちょっとまとめとかな。それももうあの車庫に置いておきます。シャッター付きの車庫まあまあ広いよ、車1台分ってね、うん。結局荷物は入れ込んでしまってるから、最初は当初は半年ぐらいでも半年ぐらいだけ借りないといいかなと思ったんやけど、あの感じはずっと借りっぱなしにしたいな。薪とかも置いときだしね。1万円全館12万円、でも普通に考えたらね、月1万円でシャッター付きの車庫やったら安いと思うんで、借り続けるのもいいか。前の家の光熱費払うとる思って、でもとにかく前の家の電気の水道を止めたいんで、早くね。明日の朝ちょっと仕分けしようか、いるもんといらんもんと。ホームセンターで段ボール買ってきてね、うん、マジックと、マジックあるか。あっち、今水シャワー浴びたとこにあっち、俺の目の玉が、あの AV 女優みたいにさ、目の玉に輪っかできてんの俺。AV 女優、AV って結構あの 目の中にあの輪っかできてるやん、このライトで。このね、リングライトやっぱね。まあ、男子職員って分かってもらえると思うけど。できてるやん、女優やわ、 AV 女優になるロールも。熱いわ。うん、うまい。エネチャージ。ラジオ2になったわ。はい、まあ、というわけでパテモサ協会、本日は朝から燃焼系でございましたので、久々に月曜日の唐揚げと唐揚げ弁当盛りとごつ盛り、庶民に優しいごつ盛り豚骨醤油ラーメン大盛り、ダブル大盛りでいただきました。というわけでごちそうさまでした。皆様、週の1日目、ご苦労様でございます。頑張ってくださいませ。ほな、ごちそうさまでした。